中しろ。右からウルバーが来とる。聞こえる。ほらな、無事じゃったろ。トールの間抜けな息子たちが来る前に消えればよかった。貯蔵庫では油断は禁物ですからね。大事なお客さんなんですから。奴らのこと知っているか。まず人じゃありません、神です。まあ半身ですけど。そうですね、父親はトール、いろいろあって腹違いの兄弟。叔父はバルドルで、オーディンがおじいさん、それに妹がいて。奴らの武器については。ああ武器ですか。マグニは強い、恐ろしく強い。イカズチで鍛えられた巨大な剣を持っています。それと猛獣、握手するならネズミを舐めた方がマシです。文字のメイスと盾はトールの土を真似した安っぽい偽物です。あいつらを避けるのが一番ですが、お二人ならね。くだらんことはやめてことに集中。そんなこと言えんの。ふざけるな。やつはうちと戦って生き延びやがったんだぞ。かもな。だがうちは行かれてなくて。親父がわしを信じてる。文句を言うな。分かったらごちゃごちゃ言わず。奴らを探すのを手伝え。親父みたいな、お前じゃねえしな。もし裏切ったら何が
は何かひらめきそうですよ。いいんですよ、おしゃべりできて何より。急ぐんじゃ。気づかれる前に蚤の先端を取っておさらばするぞい。ありゃりゃ。貴様。来い。観念しろ。万物の神のご意志だ。断る。へえ。そうか。こいつの相手は任せろ。行け。おい、どこ行くつもりだ。やばいぜ、兄貴。このチビ弓持ってやがる。おう、怖いね。父上、怪我が。小さい方が任せろ。俺に指図なんかするんじゃない。指図なんかするんじゃない。ありゃ
ぜつけ狙う。オーディンの目的は。知らん。どうでもいい。こっちに来い、激走に。父ちゃんのお手では話せ。黙れ、うるさいな。そんなんでよく言う。そんな細い腕が弓も持ってやし。黙れって言ってるだろ。おい、落ち着。もう一回よ。支えに乗るな。怒らせようとしとるんじゃ。トールの息子たちに倒された。我ら息子たちになどやられはせん。おい、すまん、言い過ぎたがの。やめろ。
け、集中しろ。熱だ。再発したか。違う。僕は。お前。席に血が混じっとる。フレイヤに見てもらわんと。嫌だ。立てるか。大丈夫。その息じゃ。平気だってば。気にかけておくぞ。
それでヨトゥンヘイムへの旅のルーンを刻める。橋を渡れるはずじゃ。さらにの、術で封印された他の扉も開けられる。例えばそこの扉、波があるなら扉を通れるはずじゃ。マグニを殺しちゃった。そうじゃの、神のマグニを殺したんだ。大した神ではないが、まあそうじゃな。あのトールの息子。いや、大した神ではないというのは間違いか。アースガルズの神々が黙ってはおるまい。身を守った、ただそれだけだ。恐れることなどない。理由はどうあれ、復讐の種をまいてしまった。神を殺すだなんて。貯蔵庫に何かいいものはありましたか？ほら、例えば砥石とか。ここはさっきのところだ。帰り道は？
下部にいる。野心と強欲は紙一重と言いますからね。
危にいる。野心と強欲は紙一重と言いますからね。シンドリー、ミーミルは知ってる？私に目くばせしてくる生首のことなら仲良くなるのはごめんです。絶対不潔に決まってますから。ああ、そりゃどうも。はじめまして、よろしゅうな。まったく。それでは快適。おや、何かご入り用になったらまたどうぞ。待ってます。またお会いしましょう。調子が良くないようじゃの。大丈夫。平気だよ。ならば、しっかりしろ。はい。確かに興味深い。アース氏族はバルハラへの行き方を知っておる。バルキュリアなしで行け、ヘルヘイムの門も通れる。何か意味があるのかな。
ここ何なんだろう。漁師が取れた魚をここに運び、あの仕掛けを使って直接市長の調理場へ運んだのじゃ。残りはここで売られた。親指の下に出口がある。行く方法を探せ。あそこを通れる。行こうか。反対側の道から出られそう。手のひらの下じゃ。もうすぐじゃの。アトレウス、ここだ。
ったこと。死んだ巨人を登って、落ちる土に乗って、悪い神と戦った。母上だったら。よくやりきったと言うだろう。ありがとう。おい、こっちだ。また会ったぞ。ああ、こいつを知っとるか。サムールだ。石黒巨人。ヨトゥヘイムの周りに壁を。種族を守るために作った。最高傑作になるはずじゃった。最初の絵が焼けちゃったね。3枚目ならよかったのにの。実に残念じゃ。みたいだとしたら外の魔法の鍵の説明がつく。でもそれだけじゃない。感じるんだ、何かが僕たちを待ってるような。お前さんの不吉な予言は当たるからの。何かとは何だ。わからない、何か強力なもの。それが何であろうともどうにかする。ここまで来たのだ。だろう。太地中へ。
れたバルキュリア。まさか本当にやったのか。バルキュリア、ただの魂じゃないの？用心するんじゃ。肉体を持つバルキュリア、それ以上に手強い敵は思いつかん。攻撃してこない。僕たちに気づいてる？Ah!
中するんだ。無意味だ。
じゃ。